はい、どうもです。今日は彩り企画をしていきたいなと思うんですけども、ちょっと前にね、水玉模様を、ステージに書いてみたんですよ。それがもう超閲覧注意の気持ち悪い、もう本当に悪い意味で気持ち悪いステージになっちゃったのよ。それともう一つ作ったものがありまして、しましま模様を、ステージに書きました。まあ、それはそれで面白くなったので、今回はその、水玉模様としましま模様を合体させてみようかなって。合体しましま模様を作っていきたいと思います。はい、間違えしました。ムツゴロウですね。よろしくお願いします。まあ、多分、一番見やすいのはこのステージじゃないかなと俺思うんですけど、まずこれね、パブロのジャンプで点々を引いていきます。まあ、ミスるとね、ちょっとグイーって線見て、ちょっとミスったな、なっちゃうんだけど、これうまいこといけば点しかできないので、これがまた気持ち悪くて、で大きさも、いろいろ変えてみたんですけど、エクスプロッシャーで塗った時はでかくて、まだ見やすかったんですよ。そこのちっちゃい点でやった時が一番気持ち悪いかなっていう。あ、いいね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 。広いからね。今、イカちゃんたち4人しかいないので。ちょっと急ぎでやった方がいいかもしれない。俺結構慣れるところので得意な人なので。まあ、早送りでちょっと飛ばしてね。あ、ミスった！やっちゃった、ごめんごめん、みんなやっちゃった。これなんか面白いな馬みたいだな。よし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 、黄色チームが頑張れ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 、馬頑張れ、馬馬頑張れ頑張れ頑張れ足りなかった。うわ、気持ち悪い気持ち悪い。ちょっとね、パブロだとね、時間がかかっちゃって、全部塗れなかったので、一番でかいこのエクスプロシャン持ってきました。敵陣地の方もね、あえて塗ろうかなと思います。ほい、あげてください。ありがとうございます。で、これでちゃんと塗っていきましょう。こんな感じでピンクのインクを敵陣地に残していきます。はい、ちょっとリスポーン書いて見てみるね。うわすげえすげえよ今のすげえよ、おおちゃんと色とりどりになってた。うわあすげえな。はい、今度はね、しましまを作っていこうかなと思います。こんな感じですね。こうやって線を相手チームと引いていきます。うわ、すげえ長いこの線ここすごい縦長だよ。今回はね、さっきの水玉模様と今やってるこのしましま模様が合体したの見てほしいよ。楽しみだね。どうなるか俺もわかんないし、ちょっと楽しみ。オッケーオッケー、時間頑張れ時間頑張れ、よしよしよし、頑張れ頑張れ。ちょっとじゃあ戻ってみるか。おおうわすげえしましまや、なんかスイカみたいになったな。よし、上に上がろう。よし、いけた。いけたぞ。今回が本番よ。さっきまでは水玉模様しか作ってこなかったんですけども。今回から、両方合体させてね、作っていきたいなと、思います。もういい感じにもう線も引けてるぞ。線ぶっといな。でさ、どっちかっていうとさ、水玉模様の方が綺麗だったよね。そんな気がします。できたよ。おほほほほほほ。なんかしましま。ハイブリッドになった。